クラブテレビ。はい、はい、ということで今ねこの付箋と手帳で今度こそ家が片付く、いろいろお話を聞いております、はい、ね、須藤由美さん、これちょっと今回具体的にちょっと教えてほしいんですが、はい、じゃあ片付けで、問題になる箇所ってどこですか？よくある悩みの中でですか、一番多いのはやっぱりクローゼットとか、洋服のクローゼットとか、あとはテーブルの上とかもママさんたちはよく悩まれてますね。テーブルの上を何とかしたいみたいな、何とかいろんなものがいつも積まれていて、ご飯食べるときにいつもこう端に寄せてから食べてるんですなんていうママさんも、それはちょっとストレスですよね。多いですね、毎日のことですからね。それは何ですか、置き場所がないものがテーブルの上に乗るってことですか？なんでわかるんですか？いやそうです、結局ね、物の住所が決まってないのが一番の理由だったりして、つい置いてしまうってことは、例えばこれをテーブルに置いてしまう、じゃあペンはどこに置くのかってことですね。そうなんです、この置き場所が大抵決まってなかったり、じゃあペンを置く場所が決まってないと、置き場所がないからつい適当なところに置いちゃうってことですね。となると一番置きやすいとこ置いちゃうから、よくあるのがテーブルとか、とキッチンのカウンターとかに積まれていくんですね。あるいは置き場所決まってるんだけれども、ついこっちに置いちゃうっていう場合は、その置き場所が悪い、そもそもの、そういうこともあるんですね。遠いとか、あるいは扉を開けて面倒くさいとか、引き出しを開けてしまわなきゃいけないっていうものは面倒くさいですよね。なので私はよく使うこういうペン関係はもうペン立てみたいなこじゃれたものをキッチンのカウンターに置いといて、もうそのワンアクションですぐ取り出せるように、するとかにするとすぐしまうし、ちょい置きがだいぶ減ります。すぐ使える、そうですね。あとちょい置きで多いもんなんですかね。よくあるのは郵便物。確かに郵便物ってポストから来るじゃないですか、はい、ポストから来てとりあえずテーブルの上に置くでしょ。なっちゃいますね。そこもそれはどうすればいいんですか。まず一番100点満点なのは、とりあえず置くじゃなくて、もうとりあえず開けちゃうのがもちろん100点なんですね。でもなかなかそれが皆さん忙しくできないから、とりあえず開く前の状態で置いちゃう、どっかに置きたいわけだよね、なのでそこまではしょうがないと思うんですよ、私もありますし、なので、せめてその開く前の郵便物のための置き場所を決める。なるほど。せめてそれもじゃあここのテーブルの端っこって決めたならば、テーブルに直に置かないで、せめてトレイの上とか、ちょっとしたこう浅いカゴの上とかにすると、不思議なもので、散らかってる感が減るんですよ。わかる、ね、なんか時間置きよりも、やっぱり時間置きって良くないよね。良くない、カゴの中とか、あと僕はフロアに置いてあるのがすごく気になるんですよね、だからフロアにこう時間置きっていうのがなくなると、だいぶすっきり見えてくるんじゃないかなと思う、どうしても床に置いてしまいそうになった時はせめて床にもやっぱカゴがあったりすると、カゴの中にバッグとかね、カゴの中に脱いだジャンバーとかだと、やっぱり散らかり具合がだいぶ違うんですよね。これちょっとさっきのクローゼットの話戻すんですけど、クローゼットを開けた時に何が問題なんですか？よく女性が悩んでるのは、こんなに服があるのに、今日着ていく服が見つからないみたいな。そうなんだ。あんまりないですか？さっと選べます？まあ僕は選べますけれども、それが女性は、そうなんですね。それはまあ収納がそもそも整ってない場合と、あとは気に入った服が意外とないとかね、いういろんな理由も混ざってるんですけど、じゃあ逆に言うといらない服がたくさんあるってことじゃないですか。ですよね、みんな分かってるんです。そうなの。頭では分かってるんです、でもそれがなかなか捨てられない。捨てられない、でよくあるその時の解決方法として、片付け本なんかには、2年着ていない服は捨てましょうとか。なるほどなるほどね、期間を置いてね、それも一理あるんです、いいんです、ただ2年着てないから捨てるって言っても、いやでも高かったんだよなとか、出番がなかっただけとか、ね、感情がくっついてきますよね。そうなんです、出番がないだけなんだったら出番作ってあげればいいので、それこそまた付箋なんですよ、例えば黄色のワンピース着るみたいな付箋を書いておいて、日曜日のところに貼っておくとかすると忘れずに着れる。なるほど。どっかのね、こうタンスの中入っちゃってるともう存在自体忘れてるので、
あのいつまでたっても、うん、いつか着よう、いつか着よう。でもあの確かにでも着る服って大体決まってるんですよね結局ね、うん、だからせめてその見える場所に持ってきて、うん、選択肢の中にその黄色ワンピースも入れてあげないと。なるほどね。例えばそれは1週間の中に入んないかもわかんないけど、うん、1月の中には入れてあげるとか、入れてね、うん、で1回着てみてやっぱりちょっと似合わないなとか、うん、納得すれば捨てられるのに、うん、着てないもんだから、うん、でももったいないみたいな。なるほどね。じゃあでもさ、クローゼットを片付けたいんだけど、じゃあ今の話だと付箋に黄色いワンピース着るみたいな話が書いてあるだけだと、うんうん、状況としてあんまり変わらない気がするんだけど、どうなんですか。まず物を減らすというか、その着たい服だけにするっていうためには、うん、やっぱ物をある程度適量にまで減らすのは大事なので、うんうん、その黄色い服を着るとか、量っていうのもポイントなんですね。量も大事ですね、うんうん、一応その工程順でいくと、うん、どんなクローゼットにしたいかっていう、うん、まずゴールを決める、うんうん、あのいきなり行き当たりばったりじゃなくて、うん、まずどうしたいか決める。最終的にこう理想的な形をまず思い描く、イメージする、はい、でそのために今度物を適量にする、うん、洋服だったら洋服を適量っていうのは、例えばじゃあ洋服だったら何着とかとか、ここに入るだけとか、入るスペースから考えると何着だよね、うんうん、みたいなことですね、そうですね、うん、はい、とかあるいは洗濯のペースを考えて、うん、靴下は何足あればいいかなとか、まあ、割り出し方はいろいろあるんですけど、うん、意外にこう古くなって新しく買って捨てないってことがあるから、意外に量があるんですよね、うん、意外とね、うん、それもなんか改めて考えてみると、こんなにいらないんだとか気づくことがあるので、古いもの捨てちゃってもいいわけだからね。いいと思います、うん、でもそれもね、そのうち考えようだと考えられないから、うん、だったらもう靴下のなんだろう、適量について考えるっていう付箋も作っといて、考えるだけだったら家になくてもできるんで、穴の開いた靴下を探すとか、ね、探すとかそうですね、その考える時間を電車乗ってる時にやってもいいわけですよ、うん、家にいなくたって、うん、そうすると家に着いた時にはもう靴下の適量決まってる状態だから、早速取捨できたりとか、うん、その例えば適量っていうのなんかあのそういう指示したりするんですか。例えば適量も、はい、します、ね、例えば靴下だったら何足とか。あ、それはね、うん、よく言われるんですよ、うんうん、あの皆さんも悩むから、うん、もういっそ由美さんが、うん、決めてくださいと、うんうん、タオルは何枚とか、うんうん、なんだろう、あとうーん、お箸は何千とか決めてくれたら楽ですっておっしゃるんですけれども、うんうん、こればっかりはどうしても、うん、皆さん の, その生活スタイルとか、うん、家族構成とか、うん、あと性格にもよるので、うん、数字で答えを示してあげられないんですね、うん、まあ、せめてうちだこうだよぐらいのアドバイスはできても、うん、最終的な数字出すのは皆さんの、うん、でも確かにそうだよね。だからこれが多く必要だっていう人もいるでしょうし ね, そうですね、うん、あのコンビニが近いかどうかでも、うん、あのストックの数が変わったりとか、うん、洗濯のペースによっても、洋服以外も全部適量が決まるってことですね。ある程度 の, その定番品に関しては決まりますね、うん、本とか漫画はね、さすがに適量って難しいんですよ、娯楽品なので、うん、でも日常品のものってありますよね、うん、さっき言ったその靴下だったり、うん、ペンとか、あとはあとこれ備品はどういうふうに考えればいいんですか。備品、うん、例えば備品というか、あの例えばそのストックですね。だから例えば、うん、買い置き、あ、買い置きもいい質問ですね、うん、例えばシャンプーの買い置きとか、うん、洗剤の買い置きなんかは、うん、あのやっぱり無駄にたくさんあってもしょうがないですよね。でも多いんですよね、うん、結構何回かお宅行ったら、うん、すっごいストックがあるとかね、あれも不安から来る方が多くて、うん、切らしたら怖いとか、うん、なので一回じっくり考えてみてほしいんです、うん、この最後の1パックが終わるまでに大体どのくらい時間かかるか、うん、そうすると例えば1ヶ月後とか2ヶ月後とか出ますよね、うん、まあ、出ますよね、うん、でよく行くその買うスーパーが近いかどうかとか、うんうん、近ければ切れてから買いに行ってもいいわけですよね。いいですよね、うん、なのであのそれもまさにおすすめしているのは付箋を使うんですけれども、うん、例えば時間大丈夫ですかね、はい、これが洗剤の、うん、ストックだとしますよね、うん、でこっちが今使ってる洗剤だとします、うん、まあ、これね、例えば洗剤だとしましょう、はい、そうですね、うん、そしたら、うん、ここにさっき言ったマスキングテープで作った付箋を、うん、ちょっと今ないので試し、 あるかな、うん、ちょうどいい、じゃあシャンプーだとしましょうかね、うん、これがシャンプーのストックの方、ユミのシャンプーっていう、うん、貼っときます、貼っとく、はい、でこっちなくなりました今使ってる、うん、そしたらこう
詰め替え用なので入れますよね、うんうん、そしたらこの付箋をお買い物シートという、ここお買い物シートだ、はい、お買い物シートに貼るとこれが買ってこなくちゃいけないものになるんですね。そうなんです、スーパー行ったら買ってくもの、つまり空になったらそこに移し替えるんですね、はい、で買ってきました、また、うん、新しい洗剤買ってきました、うん、そしたらまたここに貼っとく、そうするとまた、ここにちゃんと誰のシャンプーみたいな形でくっつく、ね、常にそういうことをやるわけですね、ずっとやる、なるほど、これのいいところもう一個あって、うん、例えばあの主人が詰め替えてくれた時なんかもビリッと剥がして、うん、洗面所の鏡とかに貼っといてくれるんですよ、これを、うん、そうすると あなくなったのねって思うので、私またここで洗面所から剥がしてこうやっていけるので、ね、うん、常にそのストックが何個もなくても、うん、じゃあ買い物リスト書かなくていいんだ、いちいち書かなくてもいいってことです、ね、使い回せる、ね、これが紙の付箋じゃなくてマスキングテープ使うのはそこに味噌が、でも毎日買い物リスト考えてみれば書いてるもんね、あのうちの妻は、ね、女性はね、そこにいらないんだ、そうなんです、買い物リスト解放ね、もう付箋のいいところというか、使い回し付箋というふうに呼んでいます、面白い、そんな技も本でねご紹介しているので、結構やっぱ主婦ならではの発想が多いかな、うんうん、で例えばじゃあクローゼットで適量が決まりました、はい、で、着たい服は着れるようになりました、うんうん、で捨てるものはやっぱ捨てるってことですね、そうですね、で、うん、捨てる時もよく女性が多いのは、うん、もう本当にゴミ箱に捨てちゃう服もあるでしょうけど、うん、誰々ちゃんにお下がりとしてあげようかなとか、うん、妹が着るんじゃないかなとか、うん、って言って相変わらずハンガーにかかりっぱなしってことがあるので、うん、やっぱりそういう時も妹に洋服いるかどうか聞くとか、うんうん、後輩にアクションをどんどん変えていくわけですね、うん、そうですね、あと例えば違う置き場に置くっていうのはどうですか、違う置き場に置く、だから例えばじゃあ妹に送るために、うんうん、もう段ボールに入れて用意しておきましょう、あ、もちろん一番いいと思います、うん、あのとにかくその理想系のクローゼットから出してあげた方がいいですよね、うん、もうここで使わない、自分が着る服じゃないって分かってるなら、うん、クローゼットから追い出して、うん、その妹にあげる用のボックスとか作ってもいいですし、うん、まあ、私だったらとっととあげちゃいますかね、うん、それ例えばじゃあクローゼットが綺麗になると変わりますか、変わりますよね、女性に訴えちゃった、うん、クローゼットっていうのはもう日々使うし毎朝悩むところなので、うん、そこがごちゃついてなくてすっきりすると心もなんかすっきりした感じ、うん、多分朝のストレスがだいぶ減るんじゃないかなと思います、うん、キッチンとクローゼットは女性にとってかなりその早くスッキリさせる、キッチンはやっぱりもうキッチンも問題あるわけですね、キッチン悩んでる方多いですね、キッチンってね、あの家の中でも特に物が集まるところなんですね、うんうん、あのじゃあこのごめんなさいね、あの途中で見た方はね、付箋と手帳で今度こそ家が片付く、でこれでちょっとキッチンはの場合はちょっとキッチンの場合なんかも、うん、この引き出しだけが散らかってるみたいな時はいいんです、うん、もう十分細分化できてるので、うんうん、早速片付け始めちゃって、全体にじゃあ どうしたらいいのっていう方もいらっしゃる、いろいろ物見直したいなとかいう場合は、うん、多分開けたところからいきなり取り掛かっちゃうと、うん、じゃあこれは収集がつかないですよね、うん、これはあっちに入れようと思っても、うん、こっちいっぱいだし、うん、みたいな風になってしまうので、うん、先に、うん、今入ってるものをざっくりとこういう風に書き出すんですね、うん、なるほど、キッチンの配置図、間取りというほどじゃないんですけど、うん、もうまずじゃあ、略図を書いて、はい、そこに何が入ってるのかを一回書き出しましょうってことですね、そうなん、うん、あの本当に自分さえ分かればいいので、うん、この図は雑で OK なんです、うん、で今入ってるものをどんどん書いていきます、うん、レトルト食品とか、うん、コーヒー紅茶とか、うん、で書き出したら、うん、ここから配置を考え始めるんですね、今までコーヒーはここだったけど、なるほど、ここ上でやるわけだ、この紙の上で ね、 なるほどね、うん、コーヒーやっぱりこっちに入れてみようかな、うん、そうするとボウルとザルはこっちに移動させないとだし、うん、みたいな、でこうね、アーダコーでやってるのは、うん、あの紙さえあればいいので、うん、職場の休憩中でもできるし、なるほど、あの電車の中でもできるよね、できるんですよ、なるほどなるほど、片付けって皆さん家になるとできないと思い込んでるけど、うん、意外と頭使う作業と体使う作業2つに分かれるので、なるほどなるほど、あの現場に行かないと僕片付けできないと思って、思っちゃいますよね、そうじゃないんですね、うん、あのなので頭使うことは、じゃあちょっとその辺詳しく次のコーナーでお願いします、はい。